皆さんこんにちは。今回は同友社さんから発売されている800分の1スケール姫路城を制作してみたいと思います。箱の中身はこんな感じです。石垣が彫刻されたジオラマベース、植生を再現するターフやスポンジが付属しています。かなり古いキットですので、ご覧の通りバリも多く、成形状態はあまり良くありません。覚悟して臨みましょう。パーツは説明書に従って切り出しました。よく似たパーツが多いので、初めに全部カットしてしまう方法はおすすめできません。パーツを切り出す際にはゲートを少し残してカットします。それから改めて切り出すと綺麗に仕上がると思います。パーツの裏にはこのような押し出しピンの跡があります。組み立てで干渉する場合がありますので、綺麗にしておく必要があります。まずニッパーで切った後、ナイフで削っておきます。刃を立てて削るカンナがけも有効です。最後に600番から800番程度の紙やすりで整えておきましょう。説明書では先に組み立ててから石垣に乗せるのですが、正直とてもイライラします。石垣に接着しましょう。仮接着には白いタミヤセメントを使います。定番の接着剤ですが、ハケが太いのが難点です。牛乳パックを再利用した使い捨ての紙パレットを用意します。ここに接着剤を垂らしておき、爪楊枝で少しずつ取っていくのです。このように少量の接着剤をつけます。そして取り付けます。接着は少し時間が必要ですので、焦らずにゆっくり押さえてから手を離します。少量の接着剤を使いながら全てを組み立てていきます。パーツの合いに確信が持てませんので、これがいわゆる仮組みになります。案の定こんなにも隙間が空きました。どうやらここが干渉しているようです。ナイフでゆっくりとカットします。はい、無事に収まりましたね。しかしこの部分、大きな隙間が気になりますね。まあいいでしょう、諦めも肝心です。自分が納得すれば良いのです。気にしないで進めましょう。仮組みが済んだら流し込み接着剤でしっかり固定します。手との隙間に流れないように注意しましょう。例えばですが、こういった箇所がうまく合いません。どうやら接合面の丸みが原因のようです。整えて平らにします。成形すればきっちり接合できました。バリの除去も必須項目でしょう。すっかり窓が埋まっています。デザインナイフで丁寧に開けていきます。大切なのは刃先を止める意識です。力を入れすぎると怪我をしてしまいますので、ゆっくり作業をしましょう。最後に流し込み接着剤を使って溶かせば、ヤスリ作業は必要ありません。窓が四角くきれいに開いていると精度が高く見えますね。ちなみにこの屋根瓦、裏のガイドは削っておきます。こうしないと全く収まってはくれません。怪我をしないように注意しましょう。さあ、いよいよ天守閣の作成です。あまり合いは良くないのですが、流し込み接着剤をたっぷりと塗って、強引に押し付けてやればなんとかなります。ただ瓦パーツのこれはどうにもなりません。完成見本でも隙間が空いていますので、諦めることにしました。それではシャチホコのパーツを取り付けて、組み立て作業は完了となります。
削らないと収まらない箇所があまりに多く、予想以上に手間がかかりました。ただ整形だけで治る箇所も多いので、なんとかなるキットではあります。箱絵の写真ではこのように少し色がついています。この石垣に少し部分塗装を施すことにしましょう。色はタミヤのスカイグレー。水性塗料の使用にあたってはウェットパレットがおすすめです。このようなタッパを用意して、下にキッチンペーパーを引き、水を含ませます。それから上にクッキングシートを乗せて使います。水分が下から供給され、塗料が乾きにくくなり扱いやすくなります。塗料はよく混ぜて適量をパレットに乗せます。蓋を閉める際はペーパータオルで拭いておきましょう。希釈には水道水を使います。筆はタミヤの筆を使います。250円で購入できるモデリングブラシ HF 極細です。箱絵を参考に石のモールドを点々と塗っていきます。作為的にならないように染み図をつけながら色を置いていきます。次に側面の草地をフラットグリーンで塗ります。今度は平筆を用意しました。薄いと流れてしまうので、適度な濃さに調整して塗っていきます。ムラは塗り重ねで対処しますので、気にせず塗っていきましょう。乾くとこんなにムラが残りますが大丈夫。ベタベタと上から塗っていってください。この水道水で希釈する塗り方は下地を溶かすことがありません。ですので安心して重ね塗りを行うことができます。門なども茶色に塗り分けます。軒下の漆喰も塗りました。細かい箇所なので省略しても構わないかと思います。最後に縁を黒で仕上げます。スーッと一気に筆を動かして塗りましょう。はみ出してしまった場合はナイフで削ってしまうと良いでしょう。以上で部分塗装の終了です。次に水性クリアを吹き付けます。使うのは艶消しではなく半光沢です。スプレー缶はよく攪拌して使いましょう。吹き始めをキットに当てないようにしながら、ささっと吹き抜けていくような感じですね。吹いた直後はこんなベタベタな状態なのですが、乾燥後は見事な質感に変わります。ミスターウェザリングカラーを使って実感を高めてみます。好みの濃度で使用したいので、紙パレットに中身を取り出します。最初は石垣を塗ります。溶剤を使い薄めに溶いておきます。石垣全体に塗り伸ばしていきます。表面が乾いたらこんな感じです。少し彫刻が浅いので、石垣を強調するように暗い部分を描いていきます。出来上がりました。全体に塗っただけでも構いませんが、少し強調してあげると良くなりますね。地面の部分は全体に塗らず、隅だけ強調します。乾いた綿棒を使って境目をぼかします。うまくぼけないときは、溶剤をつけた筆で溶かしてあげても良いでしょう。
次に建物を汚します。今度はやや濃いめに溶いておきます。全体に塗らないように隅や境目だけ色をのせるようにします。全体を塗ってしまうと全てが暗い模型になってしまいます。白い壁とのコントラストを残すことが綺麗な汚しには大切です。次に筆に溶剤を含ませます。手に当ててしっとりとしていると感じる程度に調整しておきます。境目だけをぼかして影を強制的に作っていきます。筆はこまめに溶剤で洗いきれいにします。常にきれいな筆先で塗料を拭い取るイメージです。汚れた筆を使うと汚しを塗り伸ばしてしまいます。このような作業をピンウォッシュと呼びます。ちなみに石垣は全体に色をのせましたが、それはウォッシングと言います。よく似ていますが、強制的に影を描くか全体のトーンを調整するかの違いがあります。屋根は拭き取りにくいので薄めた色を全体に塗りました。全体の様子を見ながら微調整していきます。このような仕上がりになります。石垣の境目に色を塗り輪郭をはっきりさせます。以上でウェザリング作業は終了です。付属のターフを撒いてみます。説明書には塗料を塗って乾く前に撒くよう指示がありますが、木工ボンドを使えば簡単です。紙パレットに出して筆で直接塗っていきます。一度に全て行うと乾いてしまうので少しずつ作業を進めます。乾かないうちにターフを巻きます。箱の上で行えば落ちたターフはまた再利用できます。下地のグリーンがわずかに透けて思った以上に自然な仕上がりです。次に水溶きボンドでしっかり固定します。水溶きボンドを作るときは洗剤が決め手です。こうすると表面張力が抑えられて染み込ませやすくなります。薄い乳白色になるまでしっかり溶きます。スポイトを用意してポタポタと落としていきます。洗剤のおかげで気持ちよく染み込んでいきます。最初のボンドのおかげでターフが流れることもありません。湿っているうちに再度振りかけておくとベタッとした仕上がりにならずより良いでしょう。以上で出来上がりです。樹木のスポンジ、これは細かくちぎります。塗装済みの木の枝にボンドを塗り松の葉のように盛り付けていきます。木工ボンドは少しツヤが出ます。ですので最後はツヤ消しスプレーを吹きつけます。木は穴を開けてから瞬間接着剤で取り付けました。ご覧の通りおもちゃっぽい樹木ですが、それでも見応えが出ますね。最後にタイトルプレートを仕上げます。黒の上からエナメルのゴールドリーフで塗ります。希釈にはラッカー溶剤を使います。こうすると滑らかに溶けてとても塗りやすくなります。はみ出さないようにゆっくり塗っていきます。はみ出してしまった箇所は爪楊枝ですり落とすか黒でタッチアップしましょう。
以上で完成です。いかがでしたでしょうか。古くて愛の悪い箇所もありましたが、ターフやスポンジもついてジオラマが再現でき、無塗装でも見栄えがするように考えられたキットです。お城のプラモデルはロマンがありますね。肩の荷を下ろして楽しんでみてはいかがでしょうか。こんな作り方もあるのだとご参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画をお楽しみに。